寒いわ、もう。寒いでしょ。変な動きをする。ああ、顔があったけよ。クラムチャウダー。岡山の人。あ、福岡の人か。わやって言い方、岡山だけじゃないやな。あ、そうなの。あ、いや、もう終わりました。今日は4時上がりなんですよ。朝が早くて4時上がり。いや、
これコンビーフのサラダ、コンビーフのサラダうまい。お肉のサラダ、お肉のサラダ美味しい。冬空の中、サラダ、うん、確かに冷たいですね。何も食べたくなっちゃって、ついね、いや、あれうまいっすよ。外で食う飯ってうまいな。うわ、冷たいもの食べちゃったんで、酒で体温めます。ぐらいだと思う、超寒い。ドライ。甘いお酒はなんか酔えないような気がする。レモンとかも、うん、レモンとかもよく飲みますけどね。今日はなんかドライな気分なんですよ、ね、気がする。ドライの方がよく酔える気がする。よく回る気がする、ね、寒い。今日はもうこれ飲んだら帰りますわ。いや、ご視聴ありがとうございました。うわ、寒いよ。意味わからんだろう、こういう意味不明な放送をほぼ毎日やってますよ、ね、いや、サビサビ。はい、あ、はい、ありがとうございました。
意味わからん放送やからほんと伸びないんだよ。意味わからん放送やから伸びないんだよな僕のキャス、まあそれでも見に来る人いるからねやってるんだけどね。お、日が照ってきた。ちょっとあったかくなった。めっちゃ明るいな。めっちゃ明るい。そしてめっちゃ髪型が暴走してる。あ、そろそろ切りたいな。お茶もらった。あ、手が冷たくなってきた。はい。はい、じゃあこの辺で終わっていきます。はい、今日はもう帰りたい。帰ってぬくぬくしたい。これじゃあ、よし。